ワンカード。チャリーン。ちょっとなんか。アウンの呼吸？アウンの呼吸。ああ言えばこう言うって。違うよね。冗談だ。ああ言えばこう言うは何だった？それは良くない、ね。ああ言えばこう言う。いいね。生理現象はどうにもならない。ティシロちゃん、シャミーン。変に我慢して、変な物質になった。あの、なんだろうね、静かになろうとすればなるほど、うん、いろんなこう雑音が入ってくるよね。まあ、もなくです。はい、出てないです。このキーボード長いんだ。全然準備できてない。始まりました。始まっちゃいました。はい、皆さんこんにちは。やってまいりました、月曜日。なんか曇り？まだ雨降ってるよね。そうですね、さっきねすごい雨降ってましたけど。しまった、愛がベースチャンプルチャンプルの時間がやってまいりました。なんか今日ちょっとねドタバタドタバタで外しまくってる私で ございますが、今日ねもう皆さんツイキャスっていうかユーストの画面ではご覧になってもう気づいてらっしゃると思いますが、もうねえ小原武史とその奥さん西村ともちゃんがお見えになっております。CM 明けから2人には登場していただいていろんな話を繰り広げていこうね。それでもって今日のテーマはあうんの呼吸。あうんの呼吸。あうんの呼吸。お、私たちも OK よね。 OK OK、 ちょっとなんか今日のあうんの呼吸なんか3拍ぐらい起きそうな感じがする私でございますが、なんか今日外しまくってるんだよね。私なんでしょう、疲れてんのかもしれない。疲れてるから、月曜日だから。月曜日いつも元気なんですけどね。あ、そうですね。なんかね今日不思議なことももちろんありました。不思議って言ったら私たちにとって不思議なことではないのですが、まあそれもせっかく今日小原夫妻がいらっしゃってるのでね、その時に話していきたいと思います。私、あ、これもオープニング CM の後でしたよね、この話も。そうですね、座禅会に行ってまいりました、はい、という話もしていきたいと思います。はい、はい、ところで週末どんな感じでした？週末はね、でも台風の掃除かな。あ、そっか。はい、で週末ね、木曜日がピークだったのかな。先週の木曜日が台風ですごくて、でその週末だから土曜日ぐらい、土曜日は掃除で終わりって感じでしたね。そうなんだ、お疲れ様。いえいえいえ。ちゃん岡さん、エリュさんこんにちは。名古屋は曇り空でしたが、みるみるうちに晴れてきて、気温が30度を超えているのではといった感じです。もう雨上がりのこの気温30度きついですよね。きついね、もう。はい、もうされます。忘れないうちに今日も綺麗ですな。小原さん、琉球妖怪大図鑑購入させていただきました。ありがとうございます。さすが。ちゃん岡さん素敵。なんかね、私実は昨日、ほんとくたびれてて、くたびれてて、そう、ちょっと休もうかなと思っていたんですが、はい、まあこれも後ほど話そうかと、はい、そうですね。ではそんなこんなで CM に行きます。なんか変だよね。マフィアが出たり入ったりなんかさ、もう落ち着かない。ガーン。何それ。
中でカーンで出るキラーカーン、うわ古いキラーカーンで、だって絵が出ないよ、私も出ないけどキラーカーンって名前だけ出たのよ、プロレスプロレスラー、私この人しかわかんない、スタンハンセン、そうあスタンハンセンラリアート、なるほどね、もうちゃんおかさんね、ほんとちゃんおかさんと名古屋、名古屋、名古屋で30度ってすごいね、名古屋って結構なんか気温が上がるイメージだ、あそうなの、うん、名古屋って言ったら食べ物しか出てこない、天むすに味噌煮込みうどんにとかシャチホコにとか食べ物じゃないですねあと何ある、本堂も名古屋、あと奈々ちゃん、奈々ちゃんって何、駅前に立ってる白い像、ああみんな待ち合わせすんの、うん、じゃ あ, あの名古屋のハチ公って感じの名古屋の奈々ちゃん、なるほどね、そうキュッてした、ちょっと名古屋行ってみたい、沖縄そういうのないね、ないね、ランドマーク的なこう待ち合わせって、うん、流亡の前とかね、なんだろうね、国際通りで沖縄の前でやってたらどこかわからないそうだよね、あの平和通りの入るとこねとか10秒前です、はい、もう最高ですね、これから2週続けて座禅に行ってきましたという話をするのにこのユーロビート最高、 ありがとうございます、これに合わせてクラシックとかさ、なんかこう般若心経なんて流された時には話も流さない、流さないかなでも知ってるカラオケにあるよ、あるよね、知らない、あるんだよね、木魚の音だよ、そうあるんですよ、あるっていうか歌おうと思ってみんな調べたからあのもしかしてあるかなみたいな、あるある的なもんねというわけで皆さんもうね声がね届いてると思うんですが、もう一気にここから自己紹介から言ってもいい、はい、ではこんにちは、こんばんはって言いそうになったそうだよね、夜ばっかりだもんね、はい、物書きしております小原武史と申します、イエイ、こんにちは、西村智子と申します、なんか言った方がいい、はい、ハニー株式会社の代表をしております、アニメーションを、作る仕事をしております、かっこいい、もう最高、皆さんこうねアニメーションとかこの今ね聞いたのだけではどんな感じでどんなの書いてるんだろうって思ってる人たくさんいると思うんですけど、ともちゃんすごいんだよ、すごいんだから言っていい、はい、ウサビッチのね、うん、背景デザインをもう最高、ウサビッチよりあっちの方が可愛いからねごめんなさい、今ブー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 ピー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 ブーいいんです、FM コザは何でもありでなんて言ったってさっきともちゃん名言を言いましたからね、一言なんだっけ、FM こそは別に何も考えてこなくてもいいんだよねそうそうそう、ナイス、それ番組中にぜひ言ってくださいってそれは部屋の番組まさにね今日あうんの呼吸って言ったのはまさにこの2人と、いや2人は思ってるかどうかわからないんですけど、私からしたならばもう本当にあなたたちはあうんの呼吸でいつも私を助けてくれる人たちだなと思うな、ああ言えばこういうみたいな、ね、女優あーいい決して 古い同じ年代だからなんか、ね、出ちゃうというそんなわけでともちゃんはレノア知ってるでしょみんな、ねえレノアの、いろいろ種類があるんですけどレノアプラスっていうねえ主婦犬犬のキャラクターデザインをしてる、かわいいよね、すごいね、目がまん丸っていうのが特徴、そうです、しかしなんか瞳孔開いて怖いっていう瞳孔開いての感想もあるんですけどなんか目にハイライトを入れるのが好きじゃないんでなるほどなるほど、あとヤンヤンマチコ、はい、
あれもう申し訳ないけど、どんな落ち込んだ時でも笑える。ありがとうございます。もう最高。あの昨日もね、ちょっとあのおちびちゃんと2人で、あのまあ次男坊の買い物にちょっと行かなくちゃいけなかったんだけど、疲れてしまって車で待ってたんだけど、その時にあの私とおちびちゃんはヤンヤンマチコを見ながら車で、もうあの普通そんなに聞こえないじゃない、車の中での笑い声とか、うん、もうあのね車の前通る人とか振り向いてるみたいな、何見てんのって。そしたらうちのおちびちゃんがヤンヤンマチコ面白いよ、見える見えるって外に向けてちょっとやめなよ、もうちょっともったいぶりなよとか言いながら二人でゲラゲラ笑いながら見ました。全部ありがとうございます。あのボヨヨーンってあのベランダから落っこって戻ってくるあのシーンとかね、もう最高に面白い。あのぜひ見てみて、めぐちゃんも。あれ、わかりました、はい、間があったね今ねそう、あの今日のテーマあうんの呼吸で、きっと2泊か3泊ぐらい、私もずれてますねちょっとねきっとそうなんだはずよ今日のあの ねあれが、あのそんなこんなで、うん、今また新しい作品を作ってる時なんだよね。そうです、まだ全然準備中なんですけど。それは触れちゃいけないの、まだ。あ、大丈夫です、うん、大丈夫。あ、ではでは本人から。これから、まあ、あのパイロット版っていう形なんですけれども、うん、あのここのそこは言わない方がいいのか、モデルは、うん、言わない方がいい、でもすぐ見たら分かるよね。まあ、あのこのラジオを聞いてる人ならちょっと思い当たるかもしれない某方をモデルにした、あのまたキャラクターのアニメーションをオリジナルで作ることになるんですけど、今回は私が監督で、小原さんに脚本に入っていただいて、はい、もう最高だろうねこの2人がタッグ組んだら、笑いが止まらなさそうだし、そのモデルにしたあの人だったらもっとまた笑えるんだろうね。本人は多分笑えないと思うんだけど俺こんなんじゃないよとか言う顔から言ってぴったりだけどねタイトル言っていいのかな、まだまだまだ、うわ、予定では来年あたりって言いましたっけ。一応来年に、あのまあ試作版ができて、でそこからまあもうちょっと長いやつを作れるように頑張っていくっていう感じで、うわ、はい、あのじゃあ皆さんもちろんその作品に関しては来年のお楽しみだけど、もちろんそれまでの間にね、あのともちゃんとか小原滝氏にはもう出てもらっていろんな話を聞いていきたいと思いますてなわけで、前、はい、あの全巻、上巻って言えばいいの、あの、上巻下巻で出して、上巻が出ましたよっていう時には、そう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 、来てもらったの、下巻琉球妖怪大図巻ですね、はいはい、下巻も出ております。もうね、はい、もううちのもう毎回いますがね、娘がもう崇拝してるというかあの小原武史先生と呼んでるぐらい、もうね、あざすもうあのいただいてたんですよ実は、あの下巻もね。ところがテストの点が全然上がらないのであ、やらん、取り上げてたのやらんよってやらんよって言ったら、今回50人抜きしましてねおお、あなたにはでもまだ伸びしろはあるねって言ってながら、もう喜んで、あでこの子何したと思う、塾にまで持ってったから知ってる知ってるってみんな言ったら、あ、ツタヤに並んでるとか言って、見せてって言われたけど、手洗ってからねって言ったっていうのが塾の先生から来て、できるだけ塾には関係ないものは持ってこないようにって怒られてんじゃん、小学生かいみたいなでもなんか先生の方も、すいません、あのお母さん、あのできればあのこう封筒に入れてお借りしてもよろしいでしょうかねってなんか先生が読みたがってたというか、まあそんなこともあって、あのね、小原武史の本はもう誰からも今ね、はい、読みたい読みたいさ、ありがとうございます。でも私は基本的に貸したくないんですけど、貸すと売れないのでいやいやいや先生伝えに、貸すとなくなるからねもうね、レンタル用でまたもう一冊渡してレンタル、で外には図書館のシール貼ってね、あ、そっか、印税入ってこないじゃない、そしたら、まあ、伝えで買っていただいた方が嬉しいですけど、ね、まあ一応私言ってんですけどね、伝え屋の奥の棚にありますよと、うん、でも前あの小原武史の本ができた出た時に、あの前の方にあのおすすめ本みたいなのコーナーがありましたよ。ああ、
新刊はね、こう沖縄県内で出た本は結構そういうおすすめ本で並んで、うん、まあ出版社の方がねこう、うん、積極的に売りたいので出してくださるんですけどね。でも新刊が出ても、はい、なんて言うんだろう、まあそんなにみんなこう前に出てくるわけじゃないのにすごいよね、うんまあ、新聞に連載してたっていうのもあるんでしょうしね、まあ、今妖怪ブームじゃないですかね。そうなの。でもまあ妖怪ウォッチとか売れてるけど、名誉のために言いますけど、僕がその リューポンでね、琉球新報連載したのは、うん、妖怪ウォッチより先ですから。そうですよね、はい、確かにそうですよね。びっくりすることに今携帯に着信が入ったんですよ、はいはい、なんと娘から生放送中やって多分テンション上がってるはず、うちの娘。今日は小原武史とともちゃんが出るよって言ってたから、うん、バカだね、電話に取れないし本番中やしねまあそんなのがうちの子なんだなと、うん、そうなんですよね。でさっきちょっと座禅座禅って言ってたんだけども、うん、義理の母を今預かってくださってる、ええ、受賞院さん、うん、忘れるな受賞院さんで日曜日の朝9時から2時間ぐらい座禅会があるって聞いて、3人で先週だよね、うん、行ってきて、行ったね、なんか ねもう私昨日も行きましたよ、うん、どうでした。よかった、うんうんうん、先週はやっぱりなんていうのかな、このまだ知らない人たちだし、うん、初めての体験だからドキドキもしてたし、うん、緊張もしてたし、もう2人の間になんか隠れるようにしていましたからね、うん、そうだね、なんでかエリオさん真ん中だったよね。そう挟まれてなんかこうなんか人の顔色ずっとくなもうほんとそういう時も感謝してる、うん、いつも守ってくれてありがとうありがとう。でなんか昨日行った時も30年ぐらいやってらっしゃる座禅を、そうっていう、ね、そこの会長さん、何だっけかな、うん、平さんじゃないはず、なんか陶芸、そうそう陶芸もやってて、なんか結構いろん な, なんか学校とかでもカウンセリングで行ってるって思ったんだけど、うん、はいはい、いらっしゃいましたね。ね、その方がもう第一声で、あ、小原ご夫妻はってあれ私のことはないのと思いながら、あ、今日はちょっとなんかね、昨日編集者の方がいらっしゃるっていうことで、多分二日酔いで無理と言ってましたので、今日は残念ながらまた来てくださるとは思いますよって言われてなんかとってもみんな心待ちにしてるみたいで、あ、うん、ね、またチャタン長老の話の続きがしたいのかもしれない、ね確かに喜んでましたよね、小原武史の存在はもうね、うん、すごくね、うん、その受賞院さんっていうのは有名な茶壇長老って人がね、そう開祖のお寺なんですけど、ね、ここは任した茶壇長老っていうのはお酒にもなってますけど ねすごい絵本土から来たいいお坊さんで、うん、たくさんの教えを残してるんですけど、そのお墓がこう、うん、キャンプ漬け欄にあるんですね、米軍基地の中に、なんか10月になんかそれがあるって言ってましたよね、うんうん、供養祭みたいなのやってるんですけど、うん、茶壇長老がキャンプ漬け欄にありますよっていうのを僕知ってたので、うん、それを言ったらすごい喜んでもらって、ね、でも皆さん本当になんかこの自分の菩提寺というのが大事にしてるなっていう、そうです ねすごいなと思いましたもん。私実際自分の菩提寺をどこまで知ってるのかなって思った時に、ちょっと見習わなくちゃなって思ったまま眠りにつきましたからねなるほどね本当に、そんなこんな で結局先週、うん、2人はどうだった座禅会。うん、足は僕ね結構ちょっと足が悪くて、うんうんうん、小さい頃に車に轢かれたことがあっていや本当に自転車乗っててね、幼稚園の頃にで、ちょっとなんか足があんまりこうなんていうのかな、うん、座れないんですよ、うんうん、だからまあでもこうなんていうんですかね、瞑想してたらいろんなものが出てくるんだけど、うんうん、あっという間でしたね。ああ、うん、そうなの。ともちゃんどういうこと私半目、うんうん、半眼だ、半眼がすごい難しくて、私もあれは、うん、半目あつぶるんじゃないですよね、半目開けて前をぼーっとじゃないけど見ながらいろんなものを捨てていくという、ね、なんていうの、下を向くんでもなく頭は前を向いて目線だけ下を下げて、ちょっと下ろすってね言ってたよね。
で、しかも閉じるわけじゃなくて微妙に開いてるっていうのが結構ここが、うん、大変だった。そうそうそう、うん、だから私なんかもうなんか閉じるか開けるかどっちかにみたいなそんなね。あとあのともちゃん、あのウサビッチの件ですごいこう盛り上がってくれて、あの方はお茶の先生らしくって、あ、そうなんですか。昨日もやっぱり、うん、って言ってましたよ、うん、で誰もエリューさん今回来たんですねって誰も一言も出ず昨日誘った、まあ、あのクライアントさん誘ってたんですけど、うん、2人で、あとうちの次男坊と、もう次男坊はね久々に気持ちよかったよって言ってる高校2年生でしたね。うん、でなんかあの実家がねお寺なので、そうですね、そうだからあのまあここで話したらみんなバレるんですけど、まあそんなのもあってなんか次男坊はやっぱり気持ちいいよねこの空間というかねって言いながらすごいなんか喜んでましたね。お寺とかそういうの慣れてんでしょうね。もう、うん、そうなんか懐かしいなって言いながら、うん、ねえすごく、で最後にお抹茶いただくじゃないですか、うん、それもはぁって言いながらこの高校2年生とか思いながら、うん、子供も和風なんだねそう洋風じゃない、洋風じゃない習い事何したいって言った時に結局あのお茶とお花習いましたからね、あの子すごいね。でラグビー始めてやらなくなってたのかな、でもお家では立ててくれたりとか、うん、うん、なんかねもう来週も行くとか言ってましたけど、えらいえらい、なんかエリューさんより行くんじゃない多分ね。だって私本当のこと言うとあの本当気持ちよかったわけ、先週よりはちょっとこうなんかリラックスしてというか、あ気持ちいいな、やっぱり先週より1回目より2回目楽になるなっていうのを、でもお家に帰った途端、うん、もうどーって疲れが出て、なんかもう首も痛いし背中も痛いしって、うん、そしたらうちの息子が結構同じ姿勢を保つっていうのは筋力使うよって、うん、だからそれ行く前にちょっと筋トレしたら普段使わない筋肉をね酷使するからね、うん、あれね。でなんかもう、うん、とってもきついって感じだった、やっぱり体が、うん、なんか怠けてんのかなっていうかね、うん、そんな感じがしましたが、うん、まあこの禅っていうことに関しての話はちょっと来週にしちゃおう、うん、なんかもうあのそんなこんなでさこの3人が集まったらやっぱりえっていう不思議な話が出てくるの、みんなきっと楽しみにしてるはずていうか私そっちってあんまりみんな知らないそっちってどっちやねんあの世もこの世も全部一緒よみたいな、あのそっちでしょそっちです、うん、でそんなのできっと皆さんは楽しみにしてらっしゃると思うので、ではではつい最近どんなことありました、じゃあじゃんけんで決める、友人は先に、つい最近ですか私どこまで公に言っていいか分かんないから全部大丈夫大丈夫最近は、あそういえばね、うん、金曜日に、うん、まあ、朝日新聞の方から取材を受けたんですよ。はい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 、で、何の取材かっていうと、まあ、沖縄ではそういう妖怪とか怪談がまたブームになってますよねっていう話で、私とそのボーダーインクの編集者の新庄さんを取材してくださったんですけども、うんうんうん、まあ、そこでねいろんな話をしたんですよ、朝日新聞の方と、うんうん、もうもちろん内地から、ね、来てるわけでしたけど、沖縄ってなんでそんなにみんなが見るんですかねっていう話になって、うん、でまあいろいろ話はしてたんですけど、そういうなんていうんですかね、ユタさんとかノロさんとかね、うんうん、民間信仰みたいなのがこう残ってるわけじゃないですか、うんうん、で今僕ちょっと調べてるのが米軍基地の中にある滝とか、うん、そういう怪談話を集めてるんですけど、うんうん、ちょっと面白いなと思ったのが、うん、米軍にいる人は結構その米兵の幽霊見るんですよ。何ですか？私さ、うん、ほらじゃないじゃない、じゃないマイク切れたわけではございません、はい、ね、主人が結局軍に勤めてるから入ることも多くって、はいはいはい、その時に、うん、あれあそこにどうしたのママ子供いるのって、うん、誰に会いに来てるのって、うん、うん、
大丈夫だよって言うわけ、うちの主人が。で、あれあの人はって言ったら、あ、気にしなくていいよって言うわけさ。それは日本人？どっちも日本人。あ、でも子供はハーフっぽかったな、男の子で。でこうなんか、そしたらこの廊下に大きい写真が飾られてて、うん、あのなんかこの消防関係の人とか、うん、あの軍人さんとかいっぱい写ってて、わーってやって、あ、この人だって言ったらみんなシーンってなって、うん、その人さっていう、亡くなってるよって言われて、あそうねとか、あとモニターとかに結構映る。そう、あのね、 YouTube で検索したらあるんですよ、そういう動画が、ね、知り合いで警備員やってる方がいて、うん、でいっぱい話があって、ね、でそういう話をちょっとまとめようかなと思って。いいはず。あのなんだっけ、奥間、奥間、あ、うん、そこは消防署があったでしょ。ちょっと待ってなんだそうなんだ、うん、奥間に泊まりに行った時に、うん、レストランがあって、今日はレストランに行こうってなって、うん、あのやっぱりそういう敷地内なんだけど、うん、で行ってあれ食べ終わってからこう出てきたわけさ。でなんで車置いてんのにそっち、なんでなんでこっち歩くのって言ったら、うん、どん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 歩いていくわけ。そしたらさ、向こう結構向こうこのレストランに入ってくる、うん、あの入り口あたりに、うん、なんかみんななんかこうパークゴルフかなんかやってんのかなみたいな、こうちょっと人影が見えたの。そしたらその中の一人の子がこっちに向かって歩いてくるわけ、うんうん、あ、どうしたのかなって言ったら急にわーって走り出してくるわけよ。ちょっと待って、ちょっと待ってって言いながら、私はもう申し訳ないけど、うん、あのもうなんかもう自分が必死というか逃げ始めたわけ。来ないでって言って、じゃあすごいわけさ、この女の子なんだけど、うん、もう冗談抜きで怖いわけ。日本人？いや違う、外人の方。そう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 、うん、そしたらこの女の子がわーって走ってくるもんだから、その家族らしき他の人たちというか、うん、一緒に行動を共にしてたような人たち、人だったらしき存在といえばいい、ものね、ものっていうかでその人たちも急にこっちに向かって走ってくるわけ。あ、走ってくるというか迫ってくるというか。そしたらさ、あのもうとんでもないわけで、このその状況を見て次男坊とかもまずいって思ったらしくて、で私はもう申し訳ないけどレストランの壁に突っ込んでってしまったけど、うん、もう逃げようがないというか。そしたらこの主人があの立ってるところからは入ってこれないわけ、うん、まるでこうブニュブニュの透明な、なんだろう な壁というか、そんなのから、ああのポニョのポニョのふにゃ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 っていうような、あんな感じでどうしてもそこからは入ってこれないからだからあのそのね、そこからは来れないから、私は主人が近づけばそれも近づいてくるから、お願いだから来ないでちょうだい、で今こういう状態だからって言って私気を失ったわけ、うん、で来たのかな。そしていや恐怖のあまりじゃないでしょうかねで気づいたらロッジの中にいて、うん、あのやっぱり見えるんだねって言った主人の一言にカチンときました、ね、あのなんかあの主人は私を試したいみたいで、こういうタイプのは見えるのか、こういうタイプのはじゃあ見えるのか、じゃあこんなのはどうなのか、全部こうなんか興味本位に試したいみたいで一切私に情報はあの与えずに、そういうくったらないことをやる、そういう場所に連れていくと、はい、本当にくったらないことを怒ってますよそう、レーダーを試したいのかな、とっても困る、うん、困ってますよとってもあのでもあの、うん、そういうねベースの中にいっぱいいろんな話があるんですよね、はあ、なるほどね、残ってるから、うん、あの有名な場所でね、はい、あの404っていう家があって、はい、これもうホームページも載ってんだけど、はい、あのそこでまあ一家惨殺があったんですよ、米軍基地の中でね、中で、うん、これは事実なんです。わお。そしたらあのその横に幼稚園があって、あ、分かった、あそこか、うん、言わないでね、幼稚園があって、幼稚園の人がねそこの空き家になってる404の家を見て、
言うんですよ、あ、子供がいるとか誰かいるとか言って、だからそこだけこう見えないようについたてしたとかね、そういう話とかね、 あとキャンプ金沢で、あ、いいの、あ、もうこれは有名な話だから、あ、いいんだ、うん、これキャンプ金沢で首なしの、日本兵の将校が馬に乗ってかけるんですよ、長いブーツ履いてるから将校だそうなんだけど、それがこう人の警備員が夜いるじゃないですか、ゲートとか飛んでくんですよとかね、そういう話がいっぱいあって、うん、そうそうそう、だからベースの中にも出るんだけど、あのさっき言ったようにベースの中はアメリカじゃないですか、米兵の幽霊を見るんだけど、そうじゃなくて日本兵もねアメリカの人が見てると、結構その有名になってる話ですね。わお。てなわけでともちゃんどんなあったこの頃。でもなんかこう普通にあるんだよね。なんか普通にあるんだよね。私多分あんま言わない方がいいことの方が多いよね。ぼかして言ったら。名前出さなきゃいいんじゃない？どんな話がいいの？何がいいのかな。ぬいぐるみ？昨日の話？ん昨日のは際どい昨日のは、あ、いいんじゃない、某島に行ったんです。おうで行って、うん、なんか歌木があるから見つけてって言われたから、うんうんうん、言われたからっていう時点でちょっと話がおかしいんですけど、大丈夫大丈夫、みんな OK から行ったらなくって、あれって言って一緒に探してって、うん、あ、でそこでまあ分かんない時はレーダーをオンにするんですよ、うんうんうん、何のレーダーえ、分かる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 あのオフとオンはあるよね、オンにしてこう、うん、気になるところをこう探し始めて、うんうん、そしたらね海岸線の方にあの岩場っていうのかな、うん、堤防があってちょっともう海にすぐなるところに、うん、なんか多分これは香炉じゃないのみたいな、うん、香炉ってね知らない人のために言うと、うん、宇多木の前にこう、うんうんうん、お供えするようなこう四角いものレンガの大きいようなのがあるんですけど、うん、それが捨ててあったんですよ、うん、で多分これ香炉かなって言って、まずい心臓が痛い、で、うん、香炉の台みたいなものもこう海の中にあって、桃蔵さん投げ捨ててあったわけ、うん、で、あ、ここに捨てられたのかなって言って、うん、次に気になるところを見に行ったら、うん、芝生でね、うん、でこうあんま見た目で探してないからこうレーダーでこう歩いて、うん、呼ばれる方向というか感じる方向にね、ここって言って止まったところだけ芝生がねちょうどね、うん、なんか置いてあったんですよ、そこね、うんうんうん、芝生が生えてなかったの、うん、そうさっきのその台みたいなのと同じ形だった、であここにあったんだねっていう話をして、うん、でもまだ一箇所あって、うん、でそこに行ったらどうも本当はそこにあって、そこがすごいもうゴミだらけで、あ、かわいそう、でまあもっと言うと、もっと言わない方がいいのかな、うん、まあいいけど多分そこにいた存在がここにあって、うん、行き場がなくなったんだよって、見つけて欲しかったんだなみたいな、うん、でもさ、あの本当にあのなんだろうな、目に見える存在たち、つまり生きてる人たちもそうだし、うん、私たち目に見える存在とかもさ、うん、あの気づいてもらえなかったら寂しいじゃない、うん、無視されたり、うん、もちろん目に見えない人たちだって同じ感情を持ってるわけだから、うん、それってそうだよね、うん、でちょっとね悲しかったのが、その島って今すごい開発が進んでて、うん、もうそこら中で工事してるわけね、うんうん、でおそらく工事してる人がなんか捨てられないからっつってこう、うん、その香炉とかを海に投げ捨てたんじゃないかと思われるんですよ、どうも。そういうことがねちょっとね、失礼な話だよね、悲しい。工事の人か誰かは分かんないけど、分かんないけどね、ダウジングする、お前かお前かてなわけで一度 CM に行きたいと思います。はい、BGM か、うん、ユーロビートではちょっとあれかなと思ったんですけど、じゃあ、前、アニメ系の妖怪ウォッチとか使ってたはず、うん、それありますか、妖怪ウォッチ
この辺それでいいかな。うん。へえー、なんかね、北さん言わないでと小原さんに注意される。笑う笑ってるなんかもういや今日きつい。ここさ、うん、4日ぐらい、いやもっとなるかな、おばあちゃんの四十九日過ぎてから心臓の調子が悪い。うん、捕まえてるのかな。いや逆にどうなんだろうね。逆に逆に何だろう。なんでポロッと出てしまったけど逆に何なんだろう。それはここで話せない話。後で話そう。後で話そう。もうあのね、境目がなくなってくるというのがちょっと怖いところでございますが、本当にいろんなことが起きるよね。ふと思ったことがすぐもう現実化するというか。後でイベントの告知とかして、最初にもうイベントの告知しちゃおうよ。ねえ、何やろうな。吉野前です。はい、そうだよね、これ使わないとね、ユーロビートでずっと来た私がウフフフフですね。エンマ君、はい、やっぱり小原武史が来たらこの曲ですよね。なんで俺エンマ君じゃないけどね。そうもうね、やっぱりなんかこれがぴったり来るというか、テンションも上がってくるというか、うん、まあまあね、もうね、うん、これ沖縄でやってなかったみたい。やってなかったって言ってたね、前園ちゃんが、うん、ミキサーをやってくれてる頃だったので。なんで点滅してんのかな。そう、時々、時々、あ、終わった実はなんか心臓が痛いんですよね、さっきの話あたりから。あ、うん、まあそんなこんなありますが、うん、時間が押し迫る前に一番なんかこれ聞きたいなと思う、はい、なんかイベントの話を。あ、そうですね、うん、今度ですね、8月13日木曜日なんですけど、はい、沖縄吉本でイベントやるんですね。何やる。沖縄芸人たちと一緒に、まあ、怖い話をしてから、その後、肝試しということでお化け屋敷に一緒に行こうというイベントをします。いいね。で、東京からのプラスマイナスとか2703お笑い芸人ですよ。知らない。同じリアクションして来て一緒にやるので、ぜひ沖縄吉本までお問い合わせくださいませ。はい。知ってるふりもできないもんね。できないよね。ごめん。お笑い芸人って言ったらさ、私今あの人が好きだわけ。斉藤さん。知らない。ごめん。なんだっけ、わかる。斉藤ひとりさんじゃないですか、ね、違う、2人で1人が斉藤さん。すごいヒントがすごい。ちょっとハゲてる人分からん、なんだっけ、なんとかエンジェルってやつ。あ、そうそう、トレンディエンジェル。トレンディエンジェル、ね、そう、はいはいはい、好きだわけ。なんかグニャグニャしたというか、男らしく、男なんだけど男らしすぎないところっていうか、なんか可愛いなと。なるほど。そう、あれ、ごめん。あ、それでもう一ついいですか。はいはい。今度は、うん、7月のですね、25日、はい、ほろ酔い聖地巡礼ということで、今度はビジュルとか歌姫について写真を交えながら、うん、お酒も飲んでトークショーというのが、どこで、ですね、宜野湾の大山にあります、広場、イベントスペース広場さん、宜野湾市大山 6-45-1 でやりますので、うん、もしね、時間のある方は、トークの夜会広場トークっていうで検索したら出てきますので、もうそれ行く。ありがとうございます。行くよ。明道さんって有名なところのおにぎりとかね、ちょっとお酒も出てみんなで
まあ、ワイワイしながらそういうところの写真を見てお話ししようっていう会ですね。はい、トモちゃんもちろん行くよね。あんまり考えてなかったあのもともとあの、しまこさんっていう名前でやってるんですけど、あの、はいはい、モンカフェっていうですね集まりがあって、そこのまあなんていうんですかね、スピンオフみたいな感じでやるんですけど、スピンオフ、すっぴんじゃなくてあのなんていうのかな、ちょっと違うイベントやろうみたいな。あ、ごめん、はい、すっぴんで来いってことは違いますよ。それとですね、まだいい？宣伝。あ、いいよいいよ。8月の末なんですけど、うん、DVD が出ます。お、何の？琉球奇談っていうタイトルなんですけど、春沢栄冠のね、あのプロデューサーの高山総一くんと、うん、あと FEC の知念田慎一郎くんと、はい、もう一人あの、プロジェクト9の大城ゆきちゃんっていう女優さんがいるんですけど、みんなで組んで、僕は沖縄の怖い話をして、うん、でまあ、一緒にちょっと怪奇スポット回ったりとか、そういう DVD がですね、琉球奇談ターチ、あ、ティーチとターチ1と2、すごいね、続けて出ますので、もしじゃそれもぜひ来て喋ってね、うん、はい、それツタヤさんとかでねレンタルも出ると思うので、そうなんだ、よければ。テレビは、そうテレビは、今度はあの、HY さんの555屋っていう番組をね、夕方からやってるんですけど、あれの7月最後の土曜日、あ、これ25だね、25に僕ゲスト出てますので。何時から、あれ？5時からですね。5時から、じゃあこれチュラに教えておこう、555屋はい、555屋、はい。ともちゃん、さっきのさ、あのスピンオフじゃなくて、なんかスピンオフ、スピンオフなんだっけ、お酒もあって25日、ほろ酔い聖地巡礼ですね。ほろ酔い聖地巡礼、聖地巡礼、はい。そっち行かないんだったら2人でなんかほろ酔い別で、何別でかいなんかほろ酔いで終わります、ともちゃん。ほろ酔い、私あんまほろ酔いじゃなくてすごい酔うからなんかあのこんな可愛い顔しててかっこいいよね、飲みっぷりが、ね、そうなの、そう飲んだくれるから、ね、私あのちょっと胃の調子が悪くてね、うん、病院に行ったわけ、うん、そしたらさ、先生が飲みすぎじゃないですかって、ちょっと待ってちょっと待って、そんな飲むんだ知ってるじゃない二人とも、もうビールさ、ねえめぐちゃん、私ビールジョキ一杯飲み終わんないし酔っ払うから、本当にビールジョキンシューみたいな、あのほんのだ、それなのに人の顔で判断しないでちょうだいみたいなもう多分、いや私飲まないんですよ、あんまり飲めないよ ね、うん、もう本当にそれでなんかの、いや多分自分ではいろんなことがあったんです、ストレスだと思うんですよねって言った瞬間先生笑って、えストレスでもないんじゃないですか、うん、って言われて、陰で実はね飲んでるとかね、なんでよもう、ね、家の裏回ったら酎ハイの空き瓶がいっぱい入る、あ、そうな、違うってばもうそんなんでね、なんかこうちょっとね顔で判断しないでくださいと思いますけどね、飲めそうな顔してるもんね、そうなのよ、飲めそうに見えるし、うかなりの行動派に見られるし、ところがどっこいですよね、飲みの心臓飲みじゃないか、買えるぐらいあるのかなあ、そうですね腹は座ってんだけど、うん、ちょっとね変えないとね、いろいろとね、この間のともちゃんに言われた、エリュさん、あの日本の女やめてラテン系になった方がいいよっていうのをラジオで言いましたけどねまあそんなのも目指しつつ、うん、なんかフラメンコとかやったってよく言われる、無理無理無理、手と足のあのリズムが違うのなんか無理だからなんかバンド、バンド踊りみたいな、なるなるなる、違くじゃフラメンコじゃないでも今度ちょっと前サルサをしたことがあって、2回ぐらい行ったんだけど、そのサルサの初心者のレッスンでは、あのサルサのステップを踏みながらリズムを取りながら鬼ごっこをするというレッスンがあって、でその普通にタッチするんじゃなくって背中にタッチしなくちゃいけないわけ、そうしたらなぜか一人返せばすぐ戻る、一人返せばすぐ戻るでしょっちゅう鬼にされてしまって、うん、そっから行かなかったあ、ベリーダンスとかしたいんじゃない、ベリーダンス嫌だ、ワンニャガ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 ってこうカチャカチャ鳴らしてね、無理無理無理、めぐちゃんやりなよ人に投げた
投げることで有名なエビューでございますがまあそんなコーナーでね、まあなんかそっちの方に行ったけど、うん、不思議な話といえばここさっき言ったじゃない、3日くらい不思議な夢を見るって、うん、最初見たのがうちの誰だったかな、ちょっともう忘れたんだけど、誰かが今日黒豆を炊いてるよっていう夢だったわけ。だから食べてごらんって言われて出た黒豆がものすごいでっかくて、なんだろう、これ何センチぐらいある、15センチぐらいある黒豆を半分に切って入って出されたわけ。これがまた栗のように美味しかったわけ。でそして食べてふっと振り返ったら、もう亡くなってるんだけど、うちの祖母が出てきて、うん、でうちの母親がなんかわかんないけど、もう大好き、もう大好き大好きってうちの母親が祖母に言ってるわけ。ああもう大好きっていう、いいよねって言ってパッと目が覚めた。で、うん、その後に見た夢が、あれちょっと2日目のは忘れたな。で夕べちょっと疲れてて早く寝たんだけど、うん、なんかこうなんか声がするわけ、ずっと。でもとっても優しい声だわけさ、うんうん、でなんかまあ全部話しちゃうと長くなるから、うん、まあ最終的なこうね後半部分で言うと、揺れるよ、もうすぐ揺れるよっていうわけ。あ、まあ私の心はこの頃揺れ動いてますがねってそんなこと言ってる場合じゃないみたいに、おでこをこうパシンと叩かれるような、うん、感覚があって、ああまあね、まあ本人は、まあ、それも本気なんですけどねみたいな感じで、まあ、もぞもぞベッドの上に起き上がって、何みたいな。でそしたらさ、もうすぐ揺れるよ、もう揺れるよっていうわけで、もうと思って携帯を開いたら、うん、2時51分、ね、数字の意味でも調べようかなと思ってるうち2時53分になって、そしたら速報かな、あチャリンチャリンって、ね、そうあれで大分で震度5強揺れってなって、うん、これね何も私を起こさなくたっていいじゃないって思いながら、うん、何にもここの疲れてる私をねわざわざ起こさなくても、私は明日の朝の目覚ましテレビでちゃんと見るから起こさなくたっていいじゃないって内心思ってたらそんなこと言ってる時じゃないでしょみたいな感じでまた言われて、うん、でもこの声って誰かなと思ったわけ、うん、でふっと振り向いたら、信じられるって、まあ私たちの言ってることはみんな信じられるかなっていうような話なんだけど、千手観音がぼやーんって見えて、うん、あれよくうちに入ってこれたなって思って、入ってこれたなっていうのは別にうち悪い気があるわけじゃなくて、結界張ってるの、いやうちちっちゃいから、うん、よくぞこんなでかいのに入ってこれたなみたいな。でもでかいと言ってもそんなこうなんだろうな、あ手が広がってでかかったっていうね、いや30センチぐらいにぼやーんと光ってる感じだったんだけど、サイズ変えられるんだよ ね、手畳んないんだよ、ドア通る時パキンパキンパキン、おーい折りたたみできる、ね、でそれの面白いのが、薬の瓶持ってるじゃない、千手観音、はい、そうなんだ、あ違うあれ薬師如来だ、うん、だよね僕もそう思ったけどそれあ思い出した、それで忘れたって言った夢の時に薬師如来が出たんだ、うん、でその薬師如来が必要でしょって言った私にこのお薬の瓶を振って見せたという、うん、確かに必要なんですよね、振ってみせたけどくれなかったくれなかったんだよねどれがいいの私には、何の薬っていうね、あ多分バカにつける薬とかないでしょないのないでしょ、それはないありえない、それとも存在しないどっちかわからないけど、まあそんなこんなちょっと今日こっちでちょっと盛り上がったんだけど、メイ君はどうね、怖い話とか、私は怖い話苦手な方なんですけど、はい、感じるんでしょ、でもいや自分は何も感じない人ですよ、あ、はい、そう言ってる人がねいきなり感じて見ちゃうんですよね、そういやー、見てくださいよ、で一度だけこういう体験したことありますよって言っていつか話すことになるんですよ一緒にいたらねどんどんなっていくからね一緒に行くなんか映るみたいな感じなんですかね、磁石、強烈な磁石の近くに
磁石ではない金属を置いてたらそれは磁石に変化する。自分も磁石みたいになって、なっていく。どん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 。あの科学とかでやりましたよね。やったやった。うん。うん、もう早く離れた方がいいよ。誰から？お願いこれ以上私を一人にしないでって感じなんですけども、もうねそんな本当にね、今度いつ来る？やっぱり夏はあなたたちがいないと盛り上がらないでしょ。そうなの。私そんな盛り上げ役の役目を担った記憶はないんだけど。でも。あの思いというかこのまあ想念だったり、うん、あの想念って言っても別に相手を恨むとかなんとかだけじゃなくてさ、お願いもう来ないでよとか、うん、近づかないでよっていうのってやっぱり伝わるんだなと思って。もう万葉集とかね、はい、日本書紀にも生き量の話あるからね、うん、確かにね、うん、あのぴたりと来ませんからね、うん、あのともちゃんたちに話してから、うん、あなるほどね。もう素晴らしい、ありがたい。ラジオ聞いてる方は何の話かわからない。あ、僕ちょっとね名前も言えないし、このね設定されてるこの現状も言えないっていうのが苦しいところなんですけどね。P 局のみたいな。まあ本当にあのもしいつかね、うん、あの今ちょっとちらっとね話をしてるのにユーストとかもやりたいねという話をしてたので、うん、なんかこんな不思議系の話とか。うん、おちゃらけた話とかどんどんしていける番組をやろうねっては言ってたんだけど、それも楽しみにしてくださいね、本当ね、はい、なんかねそういうのしたいですよね。したいしたい、うん、もうみんなが幸せになってくれるためだったら何でもはできないけど、うん、何でもする本当に。ね、まあ、夜中の中ぐすく上司に行くとか。それ別に幸せになる。あ、そうか、なんだよ。そう、突っ込んで突っ込んで、あなたしか突っ込めないから。まあそんなんでさ、やっぱりね、やっぱりね、うん、夏はね、なぜ夏になるとこういう、こう怖い話が出てくるんですかね。まあもともとはその江戸の文化で、うん、話し方たちがこうね、うん、まあヒヤッとする、ゾクッとする、涼を求めるということでそういう、まあ、怖い話を始めたのがそういう文化の一つの流れだったんではないかとは、うん、思いますけどね、うん、なるほど、そっか。でもさ冬でも出るよね、うん、まあ年中関係ないですよ、夏だけ出るとかじゃないし、ね、うん、で夜昼関係ないしね、うんうん、人が、うん、夏の方が夜遅くまで外にいるからじゃない、うん、そうそう、冬、まあ、冬夜ねいないしね、あんまりね、うんうん、空気数が上がるのかもしれない、うん、そっか。あとちなみにあの酔っ払ってる時とかはあの余計見ますよね、うんうん、あの波動が半音上がるので、うん、あの見やすくなるってよく言いますね、うん、だから私しょっちゅう見んのかな。私見分けがつかない、あの普通に一生一生ちょっとなんかよく見るとちょっと透けてるみたいな。あ、それで思い出したけど、うん、ここであの昔マジムン大作戦ってやってたんです。エリューさんもね途中から入って、私いたから金沢智也と3人でやってたんだけど、はい、あ、やっぱりその時にモデルが来た。言っちゃダメ、うん、その時にね、うん、ちょうどそこですよ FM 小沢の、ね、僕金沢ともやと2人やってたのその時はね、うん、そう、おじいちゃんが歩いてきたんです向こうから、うん、信号渡って、うん、こっち来ると思って見てるのかなこっちをと思ったら目が合った瞬間にガラスにバーンってぶつかって消えたわけ。あの聞いたよで、ちゃんとあれ音声にも残ってたんだよね。音声にバーンと音と金沢ともやと僕が向こうを見てすごい驚いてるのがちゃんと記録されてて、後で FM 小沢の過去のライブラリーから見えると思うんだけど、でもあれはもう本当にそこにおじいさんがガラスにぶつかって消えたわけ。マジムン大作戦は結構いろいろあったよね、うん、音がおかしくなるとか ね、うん、本当にいろいろあったな。でもまだ可愛かったですよね、あのあれに比べたら、うん、あれってあの階段降臨、階段降臨の時は、まあ、別にねそのユーストリームでやってた番組なんですけど、別の意味で怖い話もあったんだけど、まあそれはね次回に回します。じゃあ次回ってことでいつ出れるか後で相談しましょうね、はいはい、なんたってもうやっぱりね夏だし、あっという間だな、時間はね過ぎますよね、うん、そう、うん、そうです。皆さん来週はあの前後で遊んでみたいと思います。前後、はい、例えば例えば
よくみんなしてるのは一期一会とかあるじゃない、あんな感じの言葉でこれなんて読む、まあツイッケスの人たちしかね、うん、おい北さん前後前後ろっていうやつそうではなくて、どうして私の場合そう取られるのかな、もうちょっと深くいきたいと思いますまあそんな感じで皆さんこんな前後、うん、あんな前後気になってる言葉があったら早めに送ってください前の言葉ね、はい前の言葉、うん、でまあ、本当にあの本当はね今日あの座禅のことですっごいこう気に入った言葉があって、うん、昨日あのご住職から聞いた言葉で、ちょっとそれを話す時間がなかったので、あのそれも来週話したいかなと思うんですが、うんうんうん、あの禅というものはあのよく悟りを開くためとか、うん、私はそうは思ってない、うんうん、なんですか、自分が人間だっていうことを自覚するためのものだと思ってる。善がなかったら人間じゃなくなる、じゃなくて善というものを通して無になろうとするときに、うん、無になれないことを知るというか、うん、あこんなに煩悩があるんだ、こんな思いを自分は抱いてるんだっていうことで自分が見えるというか、うん、そういう機会を与えられてるなって思うわけで、その一つ一つを否定するのではなくて受け入れていくことで手放すことができるというか、うん、そこであの受け入れる器というものを作っていくことによって、で当たり前のように使われていること、当たり前のように知られていることを一つ一つ深く感じることによって、そこで悟りが開けるんだと、うん、決して無になることが悟りを開くことではなくて、そう簡単当たり前のことをもっとより一層体感していくことで悟りは開ける、うんうん、こんなことも来週ちょっとね深く話していきたいと思います、うん、皆さんは禅について座禅とか無になるということ、それはどんなことでどんな風に受け止めてるか、みんなが感じてるものをね、うん、寄せていただけたならば、ちょっとそんななんか話もしていきたいなと、はい、前後ですよね、はい、うん、はい、善は急げとかそういうね、それが一番私にとって大事かもね善は急げ、まさにそうであります、はい、てなわけで今日本当にありがとうね、こちらこそ、もうなんかもうちょっと今日は3つぐらいぶっ飛んでる私ですが、最後までお付き合いいただきありがとうございましたあの聞いてくださってた皆さんも本当にありがとう、愛をベースに来週も皆さんとお会いしたいと思います、ではバイバイ、バイバイ、ありがとうございます。